フジッピー、フジッピー宛てにこんな手紙が届いたよ。フジッピーへの挑戦状。フジッピーは富士山についてどこまで知っているかな？静岡県公式キャラクターなら富士山のことをよく知っているはずだ。この問題に答えてみろ。静岡県は2月23日を何の日と定めているか。昔から富士山の山頂を一周することを何というか。江戸時代の有名な浮世絵である富嶽三十六景の作者は誰か。秘密の挑戦者より。ジッピー、どうしたの？これは大変だね。一緒に考えよう。2つ目の問題は、昔から富士山の山頂を一周することを何というかだね。フジッピーはわかるかな？富士山の山頂には直径約780メートル、深さ約230メートルの大きな火口があるんだ。昔から山頂を一周することをお鉢巡りと呼んでいるよ。お鉢巡りが始まったきっかけは富士山への信仰なんだ。今では信じられないと思うけれど、富士山はその昔何度も噴火をしていて、その姿を見た昔の人々は神様が怒っているように感じたんだ。それから人々は富士山が噴火をしないように浅間神社を建てたり、遠くから拝んだりするようになったんだよ。噴火が収まってからは神聖な富士山の山頂に実際に訪れ、お鉢巡りをするようになったんだ。そうして富士山は信仰の対象としての性格を持っていったんだよ。お鉢巡りには約1時間半ほどかかるから、天候や体力、スケジュールには気をつけてね。お鉢巡りについて少しは知ることができたかな？よし、じゃあ3問目に行ってみよう。3つ目の問題は、江戸時代の有名な浮世絵である富嶽三十六景の作者についてだね。富嶽三十六景はこれだよ。作者は江戸時代の有名な浮世絵師、葛飾北斎。富嶽三十六景は作品名では36と言っているけれど、実は全部で46図あるんだ。全部の絵に個性的な富士山が描かれているんだよ。その他にも富士山の美しい姿が詩や歌に詠まれたり、絵画に描かれたりと、さまざまな芸術作品の題材になってきたんだよ。こうして富士山は芸術の源泉としての性格を持っていったんだ。2つ目の問題で説明した信仰の対象と、3つ目の問題で説明した芸術の源泉、この2つの価値が認められて富士山は世界文化遺産となったんだよ。シッピーは分かったかな？これからも美しい富士山を守って未来につないでいくために頑張ろうね。後日、挑戦者の挑戦を受けたフジッピーは無事勝負に勝ち、富士山についてもっと学んでいこうと心に誓うのであった。最後までご視聴ありがとうございました。小中学生を対象とした富士山クイズ大会を令和4年3月11日まで実施中です。この後紹介するキーワードとともに問題に答えていただくと、抽選で素敵なプレゼントが当たります。詳しくはこの動画の下にある説明欄をご覧ください。
応募のためのキーワードは信仰と芸術です。小中学生のみんな、応募を待ってるよ。